どうもトータスです。ダイです。いや、応用編です。応用編、今回も、先生を続けて撮ってるけどね。いや、続けても続けてやし、うん、正直基礎編ですらわからん俺らに応用編は果たしてみたいなところはあるんやけど、うん、実際の展開例とかをこう、教えていただくこと、こう、もうすぐこうなるマスタールール4みたいな。はい、まあ、なんとなく多分これ見たら分かりやすいんちゃうかな、うん、さっきのやつを踏まえて、なるほどね、見てもらうと完璧に分かると思う。ああ、なるほど。応用編も含めて見ると、うん、もう完璧になるということで、今日も先生のりょうさんに来ていただいてます。お願いします。お願いします。いや、出し方悪かったで。でも実際にどうなるかはまだちょっと分からんから、その辺は相性がいいカードをご用意してます。ああ、なるほど、うん、もうそれはメタビードさんの協力のもと、これ知ってます皆さん、これ高いらしいですよ、これ。これ裸で使ってるし、紙とか入れてすごいね。これいい値段するんでしょ。これ70万2万。はい、まあ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 な、だいぶプレー感の出てる感じやけど、それでも高いんでしょうね、うん、まあなんか遊戯王の赤いスリーブは全部高いっていう印象がこうウリアのせいであるね。うん、ウリアのせい、大概ウリアのせい。スイーブはとりあえず押さえておきます。はい、じゃあちょっと実際に教えてもらいましょう。おさらいとしてね、おさらいとして、ここが新しくできたエクストラモンスターゾーンですか、うん、ここはエクストラデッキからここにしか出せやんけど、リンクモンスターとか貼れば向こう側に貼れると、うん、マーカーの分貼れると。でリンクモンスターの召喚方法はこの3とここの条件がついてて、それをリリースすれば出せると、うん、であとまあ今回あんまり使わないですけど、ペンデュラムゾーンが魔法トラップゾーンに入りましたよと。まあこれも後々大事になってくる話やから、俺もさっき教えてもらった話からすると、さあ、オープンも完璧やねんか、うん、今んとこな、今んとこ完璧。完璧、うん、俺今マスタールール4にだいぶ順応してきるが、うん、もう3のこと合わせたから、もう魔術師とか潰したろうと思って。俺のデッキ魔術師とか一回も使わんまま終わっていったからさ。それ毎回が大事だよ。悲願とか見たことないからね。いや待ってください、俺でもあれですよ、神竜とかだから、うん、ミカードテイとか、うん、コズモとか、うん、あと打天使とかは、うん、そこそこまだ戦えるんじゃないですか。うん、回してるとこ見たことない。ああ、そうだね。でも新帝王領域がちょっと強くなった。うん。うん。こっからリンク出せへんかったら、もうあえてその所定をだいぶくじかれることになるってことですね。その前より回りくどい動き方をしないとダメになったから、うんうん、その出花くじいたら立て直すのがなかなか難しくなった。うん、スタートしてすぐバナナの顔置いてあるぐらいの。はい、というわけで今日は展開例をね習いに行きました。はい、まず今回用意したのは創造代行者ヴィーナスですね。これはもうみんな懐かしいカード、懐かしいカード、ね、懐かしい代行天使ってやつでしょ、うん、知ってますよ。まあもうデュエルリンクスで大流行中のヴィーナス。そうなんや、今ものすごく強い。あ、そうなんや。まあそうよな、だって愛用されてます。愛用されてるんや。俺もじゃあそれ作ろう。俺今風化デッキやからさ。あ、そう更新化で暴風小僧だし、風化だし、アズリコースっていう。全然わからんわ。更新化っていうカードが手札から天使族モンスター特殊化できる、うん、で暴風小僧が数属性モンスターの時2体分リリースね、うん、だから初手で風化出てくるん。めっちゃ強い。2400打点は誰も戦闘破壊1回防げるもんな。で、いや、それゲートガーディン、違う、相手が攻撃してきたら相手の攻撃力ゼロにする。めっちゃ強い、めっちゃ強い。デュエルリンクス界ではなかなかの強さもって。まあそんな、はい、そんな代行天使さんですね。でこのヴィーナス、まあ今回ちょっとホーリーシャインボールをちょっと用意できてないんで、うん、まあ、これ3枚を、はい、まあ、ホーリーシャインボールとして、はい、ヴィーナスはここでいいの。ヴィーナス1結構重要なんで、うん、そうです、まあ、ここでも大丈夫です。大丈夫、なるほど、はい、まあ、初めにリンクモンスター出すためのあれやから、まあ、なるほどね、消せるから、はいはいはい、で、まあ、効果は分かりやすく、何ライフ払ったらホーリーシャインボールっていうクソみたいなバニラモンスターが3体出てくるわけ。まあ500払うごとに1体、1体出るんですね。手札またはデッキから出てこれるんで、はい、かなり、まあ、これ自体の手札に持ってるとリンクにつなげやすいっていう。なるほど、もう初手にこれが来たらニヤニヤしてていいっていうわけだね、うん、うん、まあ出します、はい、召喚権使いました、召喚権使いました、はい、まあここで、500ライフポイント払って、はい、ホーリーシャインボールを特殊召喚します。お、出たホーリーシャインボールで、もう一個、はい、発動してここで出します。あ、そこでいいんや、ホーリーシャインボール。そうですね、ここでも大丈夫です、はい、2体でいいの。
そうですね、まあ3体使ってもいいですけど、まあまあ分かりやすく2体でいこう。これはまあ通常モンスターですね、ホーリーシャインボールはね。通常モンスター、はい、通常モンスターなんですけども、1体出るやつが、1体出るやつがここに、はい、リンクスパイダー、リンクスパイダー、通常モンスター1体で出せる、はい、リンクモンスター、はい、まあそいつ使おうと思ったらまあなかなか難しいな。あの通常モンスターってなかなか入ってないからさ、んなんかこう普通の最近のデッキでは元王竜とか使わんだそうですね、はい、なるほど。ホーリーシャインボールをリリースしてということで、まあ、墓地ですね、はい、ということでリンクスパイダーを取ります。すげえ。で、これはリリースな、リリースリリースなんや、うん、あなるほど。リリースの扱いがどういうリリースの扱いなのか、そう、そうなんかリリースできないっていうカードどうこうできたりしやんのかなって思ったりしたんやけど、このカードはリリースできないみたいなさ、それが分からん、分からんね。その辺は謎にまだ包まれて、最低待ちってやつね。だからこれが例えばトークンでもいけるのか。ああなるほど、うん、だからあのスケープゴートとか発動して、そうあれも通常モンスターっていう扱いやから、うん、トークンは通常モンスター、スケープゴート打ったらリンク4まで出せるかもしれやんって話やな、うん、通常モンスターかけるようになったら。まあ今のところ通常モンスターするのはこいつだけですね。とあともう一体今回コピーしてるんですけど、あごめんなさい、電影の騎士ガイアセイバーが、はいはいはい、確かモンスター ×3 体、2体、3体か2体以上で出せるとかそういうのですので、それでもまあ出せる、ね。ああ、なるほど。で、もう1体のホーリーシャインボールをここでリリースすることで、うん、もう一種類これでいいですかね。いいですよ。リンクスパイダー、まあ、リンクスパイダーが2体出ると。うん、この下に、マーカーがついてるので下にも出せる。ああなるほど。はい、あ、はい、あ。でもこの下は出せあんのやろ。この下は出せる。これはけど横についてない。そう横についてない。もうここにもう OK やん。ここじゃあこれで終わり？ここで終わりではないんですね。ない。あないですね。ここでなんと効果モンスターがここに 1,2,3 体あでリンクが 1,1,1 なんでここで3。ほうリンク3。リンク3。なんかここ多分工場が出るんやろ。そうですね、アニメだと、うん、アニメやったら工場が出るんやろ。でここでスケスケ VR みたいな何やそれ、スケスケ VR デコードとかジョーカーみたいな、それなんかノリマカや博士の開発品みたいなそうそう頭良くなるみたいな話になってくるからこれでデコードとかを出すことができる。あまあここ今のところこいつかガイアそのなんとかが多分おそらく強めのリンクモンスターただ、電源の騎士の場合マーカーがですね、うん、下と横にしかついてないんで、ここに出しちゃうとちょっともったいない1個しかないのでもったいないって感じ。なるほどそうか下横についてるんか。あいやらしいなそれもな。でこことかはブランクなんやろ。そうですブランクもう無視なんやろ。だからここにこう上に矢印置かれてももうここは何もないな。ああなるほど。あれは墓地天使4体、墓地天使4体、あじゃあ2体か、じゃあ3体やな、墓地天使。あ、じゃあもう一個あれやな、リンクスパイダー出しといたらこれでクリスティアンも出せるな。あ、そうやな。あ、そうですね。ここに置いたやつ、ここもう一体、まあ、どっかで出しといて、うん、これでリンクスパイダーを下とかに、まあ、もう一体で置いといたらこれでもう墓地4体だ。あ、墓地クリスティアンが出るんや。あ、それは素晴らしいな。あれやな、展開してたここにエクストラのモンスターが2体立ちつつクリスティアン、クリスティアン。おーですね、むちゃくちゃやな。だから大好物な者ヴィーナス、これ以外にもいろいろ展開例が他にもあってですね、ちょっと今回ないんですけど、うん、新しいフィールド魔法がございまして、新しいフィールド魔法、リンクモンスターをリンクモンスターをリンクモンスターがエクストラゾーンに存在する場合に、メインモンスターゾーンに移せるっていうカードがあるんですけど、まあ、それをリンクするとむちゃくちゃ。じゃあなんでリンクモンスターがエクストラゾーンにあるときにモンスターゾーンに移せる。そうです、メインにこう移せる。お、あじゃあさっきのガイアナイト横がもったいなかったけど、ああ移せば、移せば、ああめっちゃ強いよ。それをこう利用して、うん、まあいやらしい使い方なんですけども、うん、ビーナスを特殊召喚します。はい、召喚権使いました、使いました。で、ここで、ホーリーシャインボールを3つ、3つですね、うん、で、1体目のリンクスパイダーを出します。お、リンクスパイダー出た、で、もう1体、うん、リンクスパイダーを出します。はい、リンクスパイダー2体目出た。で、ですね、ここで
こことここで、先生ちょっと悩み始めてみた。旋回でがややこしいんだけど。はい、リンク2使ったよ。リンク2で、これサイバース族じゃないと出せないんで、ここでリンクスパイダー、リンクスパイダーってやった状態からハニーボットをします。うん、ま、リンクスパイダーめっちゃ使ったな。リンクスパイダーも3枚使ったで。使います。おう、で3積み必須やん。スターターデッキ買わな。そうやな。発注してないけどな。うん、でここでこれを移せるので、はい、でそのフィールド魔法を使って、フィールド魔法を使うと移せるので、落ちてると、でこれをまたリンクスパイダーとか、え、4枚目やけど大丈夫それ？3枚、え、2枚目、2枚目かとかでやっとくと、まあ、もしくは別の場所ですね、うん、まあ、ビーナスちょっとこっちに移ってもらって、まあまあまあ、でもまあ最初最初からここやったってことでね、まあ、こういうふうにしとくと、うん、こことこことここに置けるとか。ああ、なるほど。で、しかもこのハニーボットすごい能力やんね。この矢印の先、マーカーの先のモンスター、相手の効果の対象にならないと、うん、戦闘破壊ない。強いね。めっちゃ強い。まあここでレベル3、まあ、インスタントフュージョンなりなんなりでこうランク3をここで立てて。もう超複雑。置く場所めっちゃ大事やん。そうですね、さっきミスりましたけども。ここに置いとけばこういうやり方とかも。なるほど。枠増やしてもいいし、なんやったらもう一個こっちに置いててもあれか、ここここを置けるし、ここはこれとこれの効果を受けるからみたいな話にもなってくるわけや。まあ普通にここでなんかレベル3を出してランク3で陰謀かって言い始めて、十二獅子の動きとかもまあ、もうすごいな、すごいね、すごいな。ダイエット好天使1枚でどれだけ盛り上がれるか。え、やっぱりカップラーメンの話になってくるじゃんこれ。カップラーメン、まあまあかなり強いと思います。バリカタぐらいやったな。針金とかや、そんなやつ。あ、なるほど。じゃあダイエット好天使ヴィーナスは値段が上がるんですか？上がりはせんと思うけど、まあ持っといた方がいいかもしれん。なるほど。天使族の新規が来たりとか、うん、まあなんかこう、うん、レベル3って強いとか、通常モンスターが強い、あ、なるほど、次のテーマでなんかレベル2のこうなんか通常モンスターとかも増えたりするんで、その辺で強化が来ると。なるほど。もしかしたら、もしかしたら持っといた方がいいカード、うん、その1ですね、大光天使ヴィーナスね。あー、なるほど。これ他にもあんの？これ、いや、まあほとんど同じような動きですね。あ、なるほど。大光天使を使ったらそんな感じ。感じですね。はあ、まあ十二使ったら今の動きみたいなのがもっと簡単にできるけど、うん、まあ安くて強い。あ、そこそこ強い。あ、なるほどね。で、あと、まあ十二使は次の制限回転とかも、まあ、まあまあちょっとな、うん、まあやりすぎてるもんな、もうな、うん、もうひどいもんね。もう毎度のことだからね。打った後は締めると。もう演武天気なんかほんまに2回殺されてるんちゃうんかなって思う。どう、ムーンライトどうしてくれんねん俺の。見せしめや、見せしめ。俺ムーンライト演武天気なくなってセカンドウェーブで演武天気登録されたらルール変わったやん。もう無理やって。助けてくれ。なるほど。まあこんな風な展開をする可能性も出てくる、まあ新しいリンクモンスターだね、うん、ああ、でなんと今回、うん、メタビート様が、うん、上がるのではないかと。そう、値段がね、うん、これから上がってくるんじゃないかシリーズ、うん、なんかこう新しいルールになって、うん、重要なのはやっぱり場所じゃないですか。場所、あ、で私あなたとツイッターやってる時に言ったのが、うん、地盤沈下ですよ、うん、どうなる？地盤沈下でこことか押さえられたらゲロ吐くんじゃない？難しいと思う。 あれ永続魔法やんね。永続魔法だから、ここも押さえれるってなったらもう強い。そう、ここ押さえれたらもう、うん、ほんまに相手から血の涙とか出る。で、なんかあと斜めが多いからさ、ああ、こうなんかこう丸罰ゲームみたいな感じで真ん中押さえたらめっちゃ強い。ああ、真ん中押さえたら真ん中は特に大事、うん、こことこことか言われたらもう、うん、血の涙しか出えへんっていうバランスが出る。あとはなんすかね、フィールド魔法は割りたいからサイクロン折れるかな。どうやろうな、そのフィールド魔法はとりあえず叩き潰しときたい感じで。コズミックサイクロンでいいんじゃないか。ああ、なるほど。マフージの方向とかでもいいかもしれない。マフージ、まあ一旦遅れるだけやから、ね、あ、うん、まあもっと安くてね、いいカードがあるんですよ。はい。まあこれから大会環境とかで、
多分まあ出てきてもおかしくないかなと思うがこのカード、はい、皆さん見たことあると思うんですよ、うん、あの魔術師のストラク勝ったらついてくる、そうそうそう、どうやって使うねんこれカード、うんうん、これから先最強になるかもしれない横島馬さんですよね、横島馬これめちゃくちゃ強いですあのこのマスタールール4になってからとにかく脅威ペンデラム対ペンデラムをこう、うん、自分もペンデラムデッキ相手もペンデラムデッキっていう時に、まあ、とにかく強いカードがあると思う、ものすごく強いです。おう、どうなの、スケールに貼るやんな、これもスケールに貼ります、うん、でなんとです、まあ、スケールもそもそも7っていう広い数字、うん、まあ、めっちゃ使いやすい優秀で、このカードなんとですね、このカードを発動したターンのメインフェーズに一度だけ、うん、使用していないモンスターゾーンまたは魔法&トラップゾーンを1箇所指定して発動できる、うん、指定したカードはこのカードがペンデラムゾーンにする間は使用できないって書いてあって、まあ、例えばこれが相手の、まあ、ああ僕が出しました、はい、で貼ってここって言われたら、ああ、もう多分ですけど、ああ、ここペンデラムゾーンなんで、ああ、ペンデラムがこっちにしか貼れない、ああ、なるほど、ってしまい、ペンデラム召喚がもうできないようなペンデュラム殺しの横島馬さんで、貼られてたら貼られてたで、うん、まあこの辺の真ん中潰したりとかもできるし、うんうん、もしかしたらここもいけるかもしれんってことやんな、うん、めっちゃ強い、めっちゃ強い、めっちゃ強い闇属性レベル2、獣や、しかもこれ俺聞いてびっくりしたんやけど通常召喚してもいいんやろ、通常召喚して、そうです、モンスターとしても同じ効果があるやんな、これしかも守備力が2000なんでこう横に置いといて、うん、じゃあ相手のペン、うん、まあ、ここのペンデラムを、うん、っていうのもやっていけるんで、できる、でハニーポット立てといたら戦闘破壊できへん、ね、展開の一つとして、ああ、うわそうですね、今やったらメタルフォーゼとかやと通常モンスターなんでリンクスパイダーリンクスパイダーってやった後にハニーポット、あを、まあ、なんかフィールド魔法とかで移してあげるとメタル復権の可能性が出てきたよ、まあこんなことせんでも強いんやけどこんなことしなくてもまあ普通に強いんで、うん、いや相手ペンデラムやと制圧力上がったってことだよね、そうですね、うん、まあ、ただそんなにリンクスパイダーがあのデッキに枠が あのエクストラに枠があるのかという問題点から始まるのでなんともって感じですけど、あ、なるほど、まあ、普通に横に置いとくだけでも守備力2000で、ペンデラムができないよって言えるんで、まあ、ティオルキンとかクソ弱なったんじゃない、いや、あれはモンスター効果で出せるから召喚じゃないからここに出せるんや、そうじゃあそれは大丈夫なんやな、やと思われるってことや、やと思われるんですねで、まあ横島馬がね、うん、レベル2で獣なん、お邪魔デッキに普通に入るの、あ、そうだね、お邪魔が強いって話はしてたわな、うん、だって相手の場所3つ埋める、そうそう、キングで3つ封じれてこいつで1箇所で4箇所潰せて、うん、で攻守逆転してるから2000打点、うん、ですね、おめっちゃ強い、めっちゃ強いでお邪魔トークンはリリースできやんないな、基本的にそれは分からん、そうやな、そこが分からんな、それがリリースできやんかったらやたら強い、うん、トークンがリンク召喚に使用できるかできないかはまあかなり、うん、コナミも今悩んでるとこやと思ういやもう何も悩んでないできる、まあ、できる、まあ多分こう新しいカードを打っていこうっていう感じなんで多分できる、ああ、できるスケープゴートで前のターンにエンドフェーズに4体出しといて、うん、で全部リンクスパイダーのバケたりとか、うん、4体でスケープゴート4体出てで、ここでリンク、うん、スパイダーとかスパイダー1体目でもう1体使ってるんで、うん、まあもう1個はい、出したりとかして、でまあここと伝説の幻影騎士とかが3体とかでも出せるので、うん、はいはい、こんなにリンクスパイダー使わなくてもいいんですけど、ああ、なるほどね、普通に、まあ、余ってるかな、普通にスケープゴートのやつで3体で、もうガイアナイトとかを作って、うん、だってこいつも攻撃できるやんもんな、そうです、できる、2600打点とか、すごく強いですね、でこれで、あともう1体なんか出し、うん、まあ、何か召喚権使って出しても召喚権出して、うん、なんか動、まあ、下にもうすでにあるんで動いてもいいですし、もうハニーボットとか出したらもうやりたい方で、うん、そうですね、まあハニーボットサイバース族2体なんで、ああ、サイバース族2体がこれちょっと限定されるな、限定されるんで、まあそうですね、フィールド魔法とかあればこいつをこういうところに移してやれるんで、はあはあはあ、でもう横2つがとか、それで普通に通常モンスターを出してあげればリンクスパイダー、リンクスパイダーここに出して
さらに始めるという。ああなるほど、そうか。これ今のところリンクは全部サイバース族な。いや獣、ミセス・ディッセントが確か獣、ね、獣か。あ、じゃあ別にサイバース限定じゃないじゃないですね。あとは幻影の、あの幻影の騎士とかもあれも確か戦士族。ああ、なるほどね。これだってこれどうせもうなんか見えたけど、これ全部何族、リンクってここに書いてるやんな、うん、リンクチューナーとか出てくるやろ。いや、これはレベルがないから、あ、星ないからか、うん、ゼロとして扱いますみたいな話になると思う。今までもそれはなかったからややこしいしないんちゃうかな。もうペンデュラムエクシズとペンデュラムシンクロを出した世の中にはもう何も俺は信じられるものがない。なんなあれって思いながら見てる。あ、そうか、チューナーはないかもしれんな。チューナーはちょっとないかもしれないですけど、エクシズはまあもしかしたら出す可能性もあります。ランクないやつおるもんな。シンクロの中でもあとあれですね、ツオルキンみたいな感じでリリースして出すタイプ。あ、はいはい。ああいうのでもしかしたらこうリンクチューナープラスリンクモンスター2体2体でリリースして出てくるとかっていうのが なきにしあの2年後ぐらいにはリンク3以上のモンスター2体でリリースで、リリースでシンクロ、うん、ああなるほどな。難しいな。リンクペンデュラムとかでやるかな。まあまあそれはまだまだ先の話。どこがまだまだな、先の話だ。だから今のところ、まあ、そこそこ値段が上がりそうなヒットはこれですね。これストラクにしか入ってないやんな。だけどそれ安い。ブレイカーズ・オブ・シャドウのノーマルレアで入ってますね。ブレイカーズ・オブ・シャドウのノーレアで入ってるんや。あー、でもノーレアない。ノーレアやから、まあ、うん、もし使うってなって数が減ればちょっと値段上がるんじゃない。あー、なるほど。でもこれは強いから持っといた方がいいと、うん、まあ、横島はもしかしたらめちゃめちゃ化ける可能性があるってことやろ、うん、そうですね。これからもまだペンデュラム強化来ると思うんで、うん、ペンデラム同士でやるときにこれ一枚させて、揺れる眼差しどころの話じゃないわけよ。もそうですね。はあ、なるほど。横島馬場さんな。あと値段が上がりそうなんていうか、なんか使えそうなのはジバンチンカと、あと何やったっけ、ポジションチェンジ。ポジションチェンジ、魔法カードやんね。魔法カード、あの今までどう使っていいかわからんかったカードやろ。あの反復横跳びしてたやつ。乙女が反復横跳びしてしながらこうブライズをこう、あー、なるほど、っていう。なるほど、そうか、乙女がこう横に動いてブルーアイズ出てくるんや。対象取るカードなんで。なるほど、だから場所を移せるから横に、うんうんうん、空いている隣のゾーンに移せるんで、まあ、空いてる隣なんや。隣なんですよね。あ、じゃあこっからここは無理かもしれない。こっからここは無理なんですけど、うん、まあ、こっからここはもしかしたらあり得る。やっと結構怖いですね、うん、これ怖いな。ここで展開してここで、まあ、ポジションチェンジやこうやって出してところにポジションチェンジしてここも出せるみたいな話になってくるわけやんな。あ、これは怖いな。もしこうなったら怖いな、先行でな。はあ、ポジションチェンジはちょっとあれ割と値段するんじゃなかったっけ。うん、割とする。あの再録されてないから、再録され一回もされてない、ややこしいやつやから。うん、そうそれ昔言う。今コナミめっちゃポジションチェンジのこと嫌いやと思う。あいつさえおらんかったらーって再録して横っていう分が消えるかもしれんやん。あーあー、そうなったもん。隣のフィールドも大丈夫や。だから好きな場所に移し替えるとか、あー、もしかしたらもうちょっと違う名前で出てくるか、ポジションチェンジの上位互換みたいなカードが出るかもしれんやん。あー、ポジションチェンジ怖いですね、うん、あとさっきお話し出たお邪魔系はもしかしたら強いかもしれないし、ね、ここがもうそもそも封じてるんやったら、あ、先行でお邪魔キングさえ立ててしまったらもう相手は、そうやんな、うん、よし、ウルトラ使うデッキやともう封じ込められるって感じですね。もうそうかそうかそうか。 あとはトークン助けのカードはもしかしたら化けるかもしれないわけやな。うん、あ、どっちに出てもこう強くなるっていう感じですね。ああ、なるほど。いいも悪いもね、いいも悪いでもなんか相手のフィールドにトークン出すお邪魔以外にもいろいろあるやん。なんかさ、逆にさ、トーチゴーレムやったっけ、うん、とかさ、あれゴーレム系とかはさ自分でこう出すとこ選べるわけ。選べる。それも割と強くない。けど3000モンスター与えることになる。まあまあまあな、トーチゴーレムとかそうやけど、うん、そういうなんか AE でここに置いたりとかできるわけやんな、うん、だからなんかまあいやらしい話、なんかこうデコードとか向こう向いてるから向こう嫌やなと思ったらそこにこう出してやる、ブロニッククイーンとかでもいいわけや、うん、サタンクロースとかね。まあ怪獣でいいかって話。、うん、ごめんな、ゴールにたどり着くまで時間かかったけど、そうや、うん、忘れた忘れた、うん、怪獣でいい、そう怪獣でいい、うん、怪獣でいい。
怪獣もだいぶややこしいことになってますね。そうやな。あとはこれリリースして出せるかどうかっていうのも怪獣だいぶ問題よな。そうやな。そこのがモンスターゾーンで扱いなんかどうなんかでリリースできるのかどうかが分かる。これリリースできたら怪獣またちょっと株価がそうやね。今でもかなり、うん、今でもかなりやのにな、うん、ドランシャーとか平気でビューンってできるからっていうので怪獣いいって言われてね、これリンクモンスターまでいけるってね。さあなんかコナミはやっぱり怪獣はダメ可能性はある、ね、あ難しい。ここの名前難しいですね、うん。あとはリンクモンスター関係ないんやけど、主人公がバニラレベルに使ってるからトライワイトゾーン、あーはい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 、あのあれなんかも上がるかもしれないですね。これとも相性がいいですね。ビーナスでビーナスでこう3体やって動かした後にトライライトで全部、あー持ち帰る時にちょっと入らなかった、んえなんかあの持ち時にも確かにちょっと流行ってる、あのラビットとかで出したやつを全部こうもう一回っていうのもあった、ね、なんかちょっと流行った気がする。あとあれの時にもカゴジュあれ全部出てカゴジュの時に一気にバーンって跳ね上がったの。なるほど。あもうリンクモンスターでカゴジュ出て暴れるしかない。デュアルリンク、デュエルリンクスなんじゃない？モンスターゾーンまだ減るで。ここテンダラムゾーン。あーそうか。なんかまああのそれほど絶望するほどではないよっていうことは分かった。うん、むしろちょっと楽しみが増えたなぐらいの、うん、そうですね。今までのこうファンデッキとかやとこう展開力がなさすぎるんで、うん、こうリンクモンスター出した後に次の展開がしたいっていうのがちょっと厳しいかなっていうのがあるので、うん、まあその辺のこう救済をコナミさんがやってくれたってことで、やってくれたらいいなって。なるほど。あ絶対無理当分はちょっと厳しいんじゃないかなと思います。なるほど。まあなんかいろいろ今まで日の目を見やんかったカードが日の目を見ることになるかもしれない。さっき言ってたけどあのおすすめは爆動作ですよ。爆動作、そう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 、爆動作。え爆動作って相手の伏せカードやったっけ？1列です。ここ1列やんな。1列が全部揃ってる時にペンデラムスケールとかも潰せる可能性出てきたってことだよね。そうですね。ここ自身がここで爆動作をセットしているときに石が張ったら、はい、ここに全部揃ってたら、そうそうそう、だからここに墓地があればってことやろ。デッキやったらデッキやったら全部潰せる。それ調整中やってんの。いつまでたっても調整中かな。無理やってって無理って言ってくれたよなあ。もういい加減無理って言えばいいのにさ、もう法律よりむずいと思う。法解釈の話になってきてるからさ、もうそうなってくると文章だけで読み取れやんからさ。カードが違うって意味や。あでもそうやな、そこにペンデュラムスケールが入ったことはまあよしわろしやね。なんかねよしわろしやったら一緒やな、よしやしやね、うん、ああ爆動作でもちょっと楽しそう。そうやな、うん。この列の伏せカードめっちゃ怖なってくるやん。だからまあここに置いたらまあここを優先的に置きたいんやけど、うん、マーカーがこうやから変に崩れて、うん、こういうのとかがあって、うん、そうここでうん置いたよって言うと、うん、でここに伏せカードとかがあればもう、あもう爆動作よドロドロドロ。だからここを避けてこう置いたら、うん、後でこう変えた時に、うん、埋まっとると。ああ、わあその辺の読み合いや。うん、あみんな爆動作買おう。爆動作とポジションテンチェンジで遊ぶマスタールール4です。でペンデラム召喚は横島まで殺す。まあ、安ければ抑えといた方がいいかもしれない、うん、なるほど、うん、いや分かんない、責任は取らないですけど、でもこれはまあまああると思う、うん。まあ、爆動作とかもさ決まったら楽しいやん、うん、うん、爆動作決まったら楽しい絶対に。多分ストレージとかにもまだ持ってきてる。そう全国のブックオフに買いに行くとき、うん、都会だとないかもしれない。ないですね。もうねトライワイトゾーンとか見つけた日にはもう小躍りしていいかもしれない。そうやな、もともとないしな、うん。なかなかないカード、うん、デュエルリンクスではすぐ手に入る。あ、そうなの。ノーマルレアないんか。ない。あー、なるほど。まあそんなこんなでマスタールール4がいつからですか。4月、4月1日から1日。エイプリルフールでしたってなれへんわな。なれへんわな。それはね、怒るで。楽しみやん。全部嘘。ペンデラム主人公が急にペンデラム召喚始めた。俺もブチギレたらいいね。エンタメデュエルとか
いやそれはやっぱり VR の世界で、まあ、外した瞬間に普通のペンデラム召喚して遊び出したりとかしやんから。いやもうやろうよこれで。いやもうこれでやるしかないよね、うん、でもみんな 5Ds の時にちょっと焦ったと思うね。バイク買わなあかんのかな。それに比べればまだそうやな。まだ優しい、うん、あと俺久しぶりにテレビ見た時にさ、うん、コーナー曲がって先行通ってた時にさ衝撃やったもん。何これ最初のコーナーを曲がったやつが先行だ。えそれに比べたらスピードスペルとかそんなのもね。特にさ俺らなんかさ裏面がさ紫のカードの時からさガチャガチャでやってたのにバックに変わってさ、そうでライフポイントが4倍も味わってるからさ、そうそうそう、まあなんとかなるよ。なるな、うん、ああこれからも遊戯王は楽しめそうですということで20周年を超えてねマスタールール4になりましたけど、うん、まあまた教えてもらいに先生に教えてもらおうか。また詰まれば。そうそう、あのまだあの診断が出た時に多分もう一回俺ら詰まるはずやから、うん、みたいなやつがいっぱい入ってるはずなんで。コードオブデュエリストでしたっけ。まあその前にスターター。あ、スターター3月の20何日とか。ああなるほど。でまあこの辺まあぜひ手に入れてた方が。なるほど、うん、じゃあ入るので、まあリンクスパイダーはなまあまあ使うかもしれんし、まあデコードトーカーは現在の中でもかなり、うん、強力なモンスター。なるほど、まあ最終的にはネオス扱い、ジャンクウォリアジャンクウォリア最速の嵐になるんじゃないかなと思いますけ ど、 どまあまあ一番初めはスターターでしか手に入らないので、じゃあやっぱり次回はじゃあスターターで遊んでみましょうよ。ただね、うん、入荷してないスターターはね基本ね上残るんだ。あまあ去年はキングベアに助けられた年やったから、そう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 、今年は もしかしたらあれもうこれはやっぱりルール変わんのは見えてたからやっぱり入荷しとくべきや。いやけどね、あの正直な話させてもらうと、うん、これで、うん、こうすごいやん思うやんか、うん、どうせパックでぶっ壊れてるからこれ使わんの、うん、そしてこの辺をほんまに壊れます。ああそれパックで出んの。これパックで出る。ああなるほど、じゃあもうすでにちょっと嫌な予感はしてるわけや。うん、だからこれは多分使わん。初めのまあ使っても半年ぐらいやから多分、ね、まあバラ買いでこのバラ買いして、まあ、あとは必要に応じてデコードトーカーやったり、うん、ハニーはちょっと使いづらいんで。ああまあそうやな、既存のデッキには入れにくいな。サイバーズ3000円使うんだったらバラ買いで1500ぐらいで多分収まる。夢のない話をするんじゃない。他にも強いカード入ってるんで、まあ、買いたい人はぜひ。はい、わかりました、はい、まあ僕はスターターをどこかで手に入れるもんなら手に入れてこようと思ってるんで、うん、まあ手に入れた際には一緒に遊んでみましょう。そうやな、俺が神竜使っていいかな。わからんぞ、お前神竜ボコボコにできるかもしれない、リンクモンスター。はあ、もう絶対勝てる未来が見えんけど。次元障壁がだってリンクはないもんね。リンクはない。あ、じゃあスーパー次元障壁が出るわけや。いつか連結障壁みたいなやつが出るわけや。リンクモンスター召喚できませんみたいな。まあ可能性は安全であるやろな、うん、ただね、まあエクストラから出るからな。そうですね、まあもう今でも新帝王領域とか、うん、新帝王領域終わりよ。テレってまあもうもっともっとひどいこと言うと、あのマイティデビルとかで読書感すらさせないっていうのがありますから。やっぱ打天使強くなったんじゃないですか。打天使は一旦は強くなりましたね、うん、今あの何も出てきてない状態で株価上がってるから打天使。そうコズモも強くなってるし、そうね、ん、あんま使わんから、ね、神竜も特に、そうね、やっぱ神竜が結局音がめなしってことやんな。あとは僕 の、 あの大好きな敵ノイドがこれとにかく強いです。あのレベルもランクもないので、うん、こいつをいっぱい出して、うん、その後にノイドを並べたり。ああなるほど、ノイドを並べた後にこういうレベル8制限があるから。あそうかそうか、8制限を飛び越えてくるわけ。飛び越えてくるんですね。あむちゃくちゃやな。ほんまや、こういうまあよくわからん抜け道がいっぱいあるんで。結局これから先はあのグールスみたいな違法デュエリストみたいな。こういうことしてくるやつが、うん、こいつはレベルもランクもないんだぜみたいな。インゲルノイドリリースの将軍だみたいなことになってくるわけや。そうや、ああで俺のデコードトーカーが奪われていくわけや、うん、ああそれはもう許せやんな、まあ、俺らおじさんにはちょっとわからん抜け道が多分いっぱいあるね。いっぱいあるやん、うん、脱法デュエリストがいっぱい。ああ、あと
まあ僕から一言だといえば、うん、あとはあれですね、ペンデラムは弱くなったように見えてますけど、うん、この辺と相性がいいので強くなってるとは思います、相対。あ、そうなんや、リリースやから、うん、あ、ペンデラム割れるんや。いや、エクストラに行くんですよ、ね、あ、はいはいはい。で、あとペンデラムデッキ多いのが、エクシーズするともう散っちゃうんで、あの弱いとか、シンクロだとチューナーがいるんですけど、チューナーがあの、ああ、ペンデラムチューナーってのがとにかく少ないんで、チューナーいらずで、墓地に行かないエクストラに戻る、戻るで、出した後にペンデラム召喚で並び返せる、並び返せる。あ、なるほど、あ、なるほど。特にペンデルムデッキはレベルが階段になってるデッキも多いんで、あ、はいはい、そうですね、階段になっててもこの辺は全部出せます。あ、そうか、そうやな、そのレベルランク関係ないから強いんだな、うん、こいつらな、強いです。ペンデラムとも相性いいんで、ぜひペンデラムとリンクとか出されたらもうおじいちゃんの世代無理やで、ブルーアイズ最強やと思ってる世代だな。まあけど、うん、楽しいよきっと、うん、だって普通にここに立ってるリンクモンスター戦闘で破壊できるわけやもんね。うん、あ、そうそう、だからもうグレムリンに一角獣の本つけて殴ったらええやんそう、なるほど。リンクスパイダー攻撃力いくつある？1000ですね。あ、まあまあこれぐらいやったら、うん、素のグレムリンでも倒せるから。そうですね。あ、ね、リンクモンスターには装備カード装備できるのかな。できる、あ、できます。あ、できない、もう完全にモンスター扱いな、ね、モンスター扱いです、うん、で攻撃封じとか打ってもどうにもならんってこと？そうですね、こういう守備表示にならないんで。ならんのや、もう守備表示ならないです。あ、絶対だからもう出ずっぱりやから、まあまあその点はちょっとリスクあるわけや、攻撃力低いやつ、低いやつとか出しといたら。なるほどな。いや、もうあれやな、多分こういろいろ先行展開されて残ってるこのこいつとかに攻撃力9000のやつぶつけて倒すワンキルとか出てくるリンクモンスター狩りみたいなやつ先行展開してるデッキはこんなんで終わらんこれはまあこの辺になったりいろいろしますね。ああ、なるほど。いや、この辺に上の矢印、こう斜め前についてる矢印のやつ、この辺にこう出してさ、ここ相手のとこやけど上げるみたいな感じで出して急戦で殴るみたいな、むちゃくちゃな展開が出てくると思う。ああ、もうでも分からんけど楽しみな、楽しみなんで、うん、まあ今後も続けれそうです。そうですね、スターターとコード・オブ・ザ・デュエリストがどうなるか、どうなるか今後要注目ということで、はい、特に俺のベルズデッキなんか関係ないからね。ああ、もともと1体しか立てなかったから。なるほどなるほど、オピオンしか立てへんから、もうここにオピオン持ってくれたら別に、うん、リンクなんか関係ない、関係ない、しない、まあ、ただオピオンがちょっと突破しやすくなったかな感はあるけど、まあまあその辺は別にここに置いてるエクストラゾーンに置いてるモンスターやったら別に守備表示になることはなるもんな。リンク以外やったら、リンク以外はなります。ああ、なるほどな、はいはい、難しいな、難しいな、まあまあ、やりながら覚えていこう。そうやな、うん、1年、1年経てば1年経てばもう慣れてるわな、うん、ああはいはい、リンクリンクみたいな話になってくるな大丈夫大丈夫、俺は吸収力は大丈夫や。さあ、帰ってきた時にエクシーズ、シンクロ、ペンデュラムペンデュラムだったからなうん、儀式すらだいぶ怪しかったです世代やから融合で、マグネッツ1号とマグネッツ2号を融合させてカルボナーラ選手たちだよ。その世代やからな、うん、手札融合じゃなかったじゃん、うん、フィールド融合しかできなかったから、フィールドのモンスターを融合してくる、うん、手札から融合できてなかった。いや、まあでもいろいろ、まあ今日のおさらいは、まあ横シマウマは変えと押さえといた方がいい、まあ、あとビーナス、これは特にそうですね。横島は代行者、ビーナスは、まあ、ある程度好みで安けりゃ、あとはもうポジションチェンジ、爆動作、地盤沈下とかは分からんけど、もしかしたら化けるかもしれん、あとお邪魔とかね。お邪魔は面白いし持っといていい、うん、お邪魔はどっちのやつや、相手のモンスターゾーン埋めれるだけでも十分強いと思う、うん、あとはその他はそのコナミの 最低次第っていう、わかりました。あの、今日は大変勉強になりました、うん、なんとか2017年も遊戯王が続けられそうですありがとうございました、ありがとうございました。